Hello， 大家好，我是六，我是Yuma。今天的天气呢非常好。对，哆啦 A 梦 B 有你，很适合出来就是兜风。那我们今天呢，就要去体验日本的德兰素。想说，很久没有教日文了嘛，想说就可以，借这一集的德兰素呢，跟大家分享点餐的日文。哆来不思路，对，这个其实我也是第一次知道，就是今天要去哆来不思路嘛，然后就讲说，中文怎么讲？就上网查了一下，原来叫德来素。我已经决定啊，決まった決まった，对，我们从这一刻开始呢，要用日文，不好意思，又忘记了。決まったの？哆来不思路。はい、もう今ここで注文するよね。ご注文口。ご注文口をさせて。あ、そっちか。で。何だっけ。いらっしゃいませ。席に向かってご注文どうぞ。はい。ご飯の代わりに豆腐が入っているやつあるんですか。はい、ライトってあるんですか。こちらは店内のみの販売となってます。あ、店内のみですね。はい、あ、残念ですね。じゃあどうする？じゃあユマが食べたいの頼むね。まずとわさび山かけ牛丼の並盛り一つ。はい、わさび山かけの並が2個でよろしいですか？一つです。一個です。はい。わさび山かけの並が1個。はい。じゃあトンドン弁当のミニください。トンドン弁当のミニが1個。はい。はい、以上です。以上です。ご確認させていただきます。山かけの並が1個。はい。はい。对，然后这里点完餐呢，就要到他们的这个窗口那去领餐。お腹空いた。お腹空いたね。今もミニにすればよかったかな。この後マックも頼むよね。大丈夫、ユマは食べれる。じゃあ山かけ牛丼のミとトンドンのミニよろしいですか。はい。七百円です。はい。と七味じゃない。紅生姜多めにもらえますか？1000円で。はい。はい、ありがとうございました。好，我们已经成功买到了这一个すき家的饭啦。那接下来我们就要换我开车去买这个麦当劳。次はマック。对。あとさ、留学生あるあるでさ。その商品名を読めないと頼めないんじゃん。ああ、よ。それは結構ね、課題かもね。初めの頃って。俺も今でも読めない漢字あるからね。そこは焦るよね、留学生の時。これくださいっていうのはできないかもしれないね。不能够说，我要这个，因为他没有办法看到这个是什么。マックでございますよ。24小时 open。みんな大好きマクドナルド。然后呢，ドライブスルー呢一般都要绕后。よし、何に頼もうかな。こんにちは。はい、はい。何がいい？ユマは。二人で一個でいいよね。じゃあ今やってるグランのシリーズにする？はい。グランクラブハウスとか？じゃあグランクラブハウス一つください。セットで。はい、はい、一つで大丈夫です。はい。はい。ポテトでお願いします。あ、すみません、サイドメニュー他に何があるんですか？ああ、じゃあポテトがいいです。はい。はい、ウーロン茶ください。すみません、やはりコーラがいいですね。はい。大丈夫ですか？はい、以上です。お飲み物を車でお召し上がりでしょうか？はい、すみません、もう一回お願いします。お飲み物を車でお召し上がりですか？はい。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。あ、一緒。聞いてた。对呀。很模糊，真的。对呀，不过真的。这你要很用心去听。你要很用心去听，所以是前面那个吗？はい、はい、お届けできませんでお預かりします。開始210円ですね。ありがとうございます。はい、レシートです。ここからアップルパイ買います。はい、大丈夫ですよ。100円ですね。はい、お届けできます。食べきれる？うん。美味しそうだからね、アップルパイ。何よし、アップルパイ100日元。
宣传效果成功，吸引到我去买它。はい、それあります。ありがとうございます。アプリも一緒に入れちゃいました。はい、ありがとうございました。成功买到麦当劳了，各位，好香啊！真的好好香。这个德来速点餐呢，会比在店里面点餐可能要有一点点的难度，因为第一就是他们讲话你听的可能不是很清楚，会很模糊，然后你讲的不准呢，他们也会问你刚刚在说什么，因为是透过这个像电话的那一个嘛，就是机器来沟通，虽然会比较难，然后呢也对方也看不到你。对对对。嗯，哇哇，嗯，然后哆来不思路是右边，然后就往右走。因为我们要不要喝一下新的这个菜单？每一间店都是这样的。哦，食べ物も買えるんだ。啊，你可以买吃的。こんにちは。はい。アメリカンチェリーパイフラペチーノ一つください。以上です。一個で大丈夫ですか？はい、一個で大丈夫です。はい、かしこまりました。こちら一点でお願いしますね。はい。はい、気をつけてもらってみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、こんにちは。お、来すぎました。こちら1点で691円ですね。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、390円の返しです。はい、ありがとうございました。あれ、すみません、物忘れました。はい、よかったです。あ、よかったです。びっくりしました、私は。はい、お金払って帰る。はい、美味しいドリンクを渡してください。ドリンク、このアメリカンチリパイ飲まれたことあります？まあ、初めてです。あ、そうなんですね。はい、パイが上に乗ってる、はい、初めてのタイプのフラペチーノなんですけど、はい、お客さん自身にパイを崩していただくのも楽しみ方の一つに入ってるので。そうなんですよ。でも私は結構最初は難しかったんですけど。あ、そうなんですね。こうパイを開いていくというか、自分で崩す。自分で崩す。はい、すいません、すいませんでした。ありがとうございました。わー、店員好亲切的跟我聊了很多。ねえ、我跟你讲，我超喜欢星巴克的店员的服务态度的，真的就是好到一个程度，就是。スタバの店員さんになりたいっていう憧れを持つ若い子が多いからね。对对对，像刚刚那个女生是很温柔的，就是跟我解释啊，跟我聊天，然后笑容也很笑得很甜，就是让我很舒服，真的很棒。三间里面买东西呢，我觉得最开心的星巴克，我开心到我连我的那个东西都可以，连我的这个买的东西都可以不要就走了，已经满足了。对，有没有？有没有？已经满足了。好了，今天不是讲这个星巴克的，有多好有多好的这个影片怎么样？虽然星巴克的这个日文呢，我们用的比较少，不过呢，因为刚刚有发生一点小意外，应该算是大家看得蛮开心的吧。好，那我们现在就找一个地方坐下来吃东西啦。好，我们已经找了一个地方坐下来，要开始吃了。耶！知道。订菜单，这里是那个苹果派的那一种派，好像出来野餐的感觉哦。我们就是为了要跟大家分享日文，我们点了好多东西哦，吃得完吗？怎么样，各位有没有学到呢？噔噔。美味しい。我们已经吃饱了，
那怎么样呢？今天的这个用日文点餐的日文，大家有没有学习到呢？我相信虽然一般来旅游的话应该很少用到得来速，不过呢今天我们用的这个日文呢，其实在一般点餐呢也是大同小异。其实我们之前也是有教过这个麦当劳的点餐，如果还没有看影片的话呢，可以点击这个资讯卡去找麦当劳的日文点餐影片。那我们这一集就到这里咯，牛马辛苦你帮我开车回家啦，那就这样啦，拜拜各位，拜拜。你订